アレクセイオレーニクは、ウクライナの男性総合格闘家、ハルキウ出身、アメリカ合衆国フロリダ州、パークランド在住、ソビエト社会主義、共和国連邦ウクライナソビエト社会主義共和国、ハルキウで生まれた。幼少期から様々な格闘技に取り組み18歳までに、柔道、ボクシング、サン歩、忍術、近接格闘術、テコンドー、柔術を習った。 1996年に総合格闘技をはじめ1997年にプロデビュー。2010年、ベラトルヘビー級トーナメントに参戦するも準決勝で、ニールグローブに TKO 負け。2010年10月、世界コンバットサンボ連盟主催の世界、コンバットサンボ選手権 90kg 超級で優勝を果たした。2013年11月9日。 ロシアで行われた、レジェンド2で、エメリア・エンコ・アレキサンダーの代役として、ミルコ・クロコップと対戦。1R 今朝固めの体勢からのヘッドロックで一本、勝ち。2014年6月28日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、スワンソン VS、ステファンズで、アンソニー・ファミルトンと対戦し、今朝固めで一本勝ち。2014年11月22日、 UFC ファイトナイト、エドガー VS スワンソンでジャレット・ロシュレトと対戦。序盤は劣勢だったものの左フックで逆転小勝ちパフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年12月30日37歳でロシア国籍を取得した。2016年12月アメリカ合衆国フロリダ州に移住。2017年1月15日 UFC ファイトナイト ロドリゲス VS ペンでビクトル・ペスタと対戦し、マウントポジションを奪われるも下からの変形のエゼケールチョークで一本勝ち。UFC 史上初のエゼケールチョークでの勝利となり、パフォーマンスオブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年7月8日、UFC213 ロメーロ VS ウィッタカーでヘビー級ランキング9位のトラビス・ブラウンと対戦し、ネッククランクで一本勝ち。 2017年11月4日、UFC217 でヘビー級ランキング12位のカーティス・ブレイズと対戦。ブレイズが4点ポジションで誤って顔面に蹴りを放ち、そのままドクターストップで TKO 負け。2018年5月12日、UFC224 でヘビー級ランキング14位のジュニオール・アルビニと対戦し、エゼキエル・チョークを極めて一本勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2018年9月15日、UFC ファイトナイト、ハント VS、オレニックでヘビー級ランキング8位のマーク・ハントと対戦し、リアネーキドチョークで一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年4月20日、UFC ファイトナイト、オーバーム VS、オレニックでヘビー級ランキング7位のアリスター、オーフレームと対戦し、 TKO 負け。2019年7月20日、UFC オン ESPN ドス・アンジュス・ vs エドワーズで、ヘビー級ランキング14位のウォルト・ハリスと対戦し、TKO 負け。2020年1月18日、UFC246 で、モーリス・グリーンと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。二千二十年五月九日、 UFC249 で元王者ファブリッシュオベブズムと対戦し2から1の判定勝ち。2020年8月8日 UFC ファイトナイトルイス VS オレーニックでヘビー級ランキング4位のデリックルイスと対戦し TKO 負け。ありがとうございます。